こののウイグルについてて、ね、避難声明を出しておられます、まあ、ここまで非常にアメリカも関心を持ってやっている、ウイグル連盟によると、300万人から500万人収容所に入れられていると、この新疆ウイグル地区のこれらの状況に対して、我が国政府としては、どういう考え方を持っているんでしょうか新疆ウイグル自治区における人権状況についても、注視をしてまいっておるところでございます。 我が国の立場につきましては、さまざまな機会を捉えて、えー、中国側にも伝えてきておるところでございます、まあ、あんまりよく見えないですね、もう少しはっきり、明確に、タイミングよく、えー、声明を発して、国際社会と我々はあ一緒に歩んでいるんだということをです、ね、アピールしてもらえて、まあ、全世界的にこの中国の行われている臓器移植の臓器がですね、ドナーからによるものじゃなくて、政治犯や 少数の、えー、この宗教での弾圧を受けた人たちから取り出されているという数々の証拠が世界中で、えー、取り沙汰をされています、えー、っとアメリカではドナーがですねしかし大体これ移植まで23年は待たなきゃいけない中国はですよ中国発表のドナーの数というのは37万3536人中国でやるとまあ数日早ければ遅くても数週間 で自分のその腎臓が手に入る肝臓が手に入るありえないでしょこれ。来てから殺害してそして取っていくということ以外ですねこれ証明できない中国政府がウイグル族やカザフ族などイスラム教徒の少数民族に対し集団拘束や監視拷問をしていることが指摘されている日本を除く G7 の国々は。 中国政府に対し、避難声明を発出しているが、日本政府はいまだに明言しない立場を取っている、今回は2019年11月の外交・防衛委員会の質疑を振り返る、間接的に中国政府の人権侵害を容認していることになりかねないと、山田博議員が言及する。山田博君、えー住民主党 国民の声の声山田博士でございます、えー、今日も日本の尊厳と国益を守るという立場から質問をさせていただきたいと思います、えー。二つ目、ウイグルでございますが、中国国内におけるウイグル人、イスラム教徒のウイグル人に対しての弾圧ということについても、ペン制演説の中で触れられております。でこのの昨昨日日日ももでですね昨日の報道でも11月5日ポンペイを 国務長官がこのウイグルについてのですね声明を発表しておりまして、非常に懸念をしているということで、非難、声明を出しておられます、ここまで非常にアメリカも関心を持ってやっている、日本国内によるウイグル協会、ウイグル連盟もですね、ペンスさんは100万人以上のイスラム教ウイグル人が投獄されているということですが、ウイグル連盟によると、300万人から500万人、 収容所に入れられているとまた、あこの新疆ウイグル地区における、ですね、えー、このウイグル人の置かれている状況、それからまた、あ昨日ポンペイオさんがお話になったように、えー、この国外のウイグル人に対して、ですね、えー、まあ反中国的なこと、発言をしたり、まあ、こんなことが起きているということを言った人に対して、ですね家族、国内にいる家族に対して、弾圧が行われると。 まあこういったことについても国務長官は指摘をしています、えー、この新疆ウイグル地区のこれらの状況にとして我が国政府としてはどういう考え方を持っているんでしょうか遠藤参事官 お答え申し上げます、えー、我が国政府といたしましても、自由、基本的人権の尊重、法の支配は、えー、国際社会における普遍的価値であると考えておりまして、新疆ウイグル自治区における人権状況についても、えー、注視をしてまい、えー、っておるところでございます。 我が国の立場につきましては、さまざまな機会を捉えて、えー、中国側にも伝えてきておるところでございます、えー。二国間の文脈では、昨年10月、本年6月の日中首脳会談においても、ウイグルの情勢を念頭に、中国国内の人,人権状況について、えー、考えを直接伝えたところでございます。また、ジュネーブにおける、えー、国連人権理事会の普遍的、定期的レビューの、えー、対中国審査における、えー 発言として、ウイグルの人権状況等に言及しつつ、勧告を行うなど、国際条理においても我が国の立場を伝達、発信してきてまいっておるところでございます山田宏君、まあ。あんまりよく見えないですね、もう少しはっきり、明確に、タイミングよく、えー、声明を発して、国際社会とわれわれはあ一緒に歩んでいるんだということをです、ね、アピールしてもらえて、日本がですね何か抜け駆けをしているんじゃないかと。 いうふうに捉えられないように、ですね、えー、足元を見られないように、えー、ぜひこの問題についてはあ、これからも発信をしていただきたいと思いますが、まあ、このウイグル人、中国国内のウイグル人を含めたですね、えーえー、と宗教的少数派、または政治派に対して、えー、その政治犯たちがですね生きたまま臓器を取り出されて、えー、そしてその臓器がですね中国での臓器移植に使われている。 これに中国政府が関与しているということが、数々の国際機関、または数々の議会、世界の議会で指摘をされております。ちょっと委員長のご指示をご了解いただいて、本を掲示させていただきたいと思いますが、中国臓器狩り、または中国の移植犯罪、国家による臓器狩り、これはですねデイビッド・マタス、この人はですねカナダの人権弁護士、そしてデイビッド・キルガー、 この人はですね、金型での元国務大臣、こういった方々が告発をしてます、また、スローターという、これはなんて訳するんですか、虐殺かな、スローターという本をですね、えーえー、っと、ガットマンという人がですね、イギリスのジャーナリストが書いてる。まあ全世界的に この中国の行われている臓器移植の臓器がですね、ドナーからによるものじゃなくて、政治犯や少数のこの宗教での弾圧を受けた人たちから取り出されているという数々の証拠が世界中で取り沙汰をされています。そこで今年6月17日に、英国ロンドンで発表されました民衆法廷の最終裁定の内容をご紹介ください。遠藤さん お答え申し上げますご指摘の最終裁定は民間の取り組みでございまして、政府としてお答えする立場にはなかろうかとは存じます、その上で申し上げさせていただければ、ホームページに掲載されている裁定には、中国でかなりの期間、多くの臓器集奪が行われてきた等の記述があるものと承知しております山田博ま君。まあ私が紹介する、だ外務省として立場はそういう立場じゃないというのはよくわかるんです。 だってこうやって質問をするとね、勉強してくれるでしょ、そういろいろ読むじゃないですか、そこがすごい大事だと思ってるんで、ごめんなさいね、外務省としての意見を聞いてるんじゃありませんよ、紹介してくださいということなんで、ああちょっと簡単に言い過ぎてますけどね、要は、どういうことが行われてるかっていうと、私もこういう本を読みましたけれども、政治犯、中国行くとね、 えとアメリカではドナーがです、ね、1億2億二千万人いるんですね、しかし、大体いいこれ、移植まで2、3年は待たなきゃいけない、2、3年はね、大体普通は。中国はですよ、中国発表のドナーの数というのは37万3536人,、まあ、人、1人の単位まで出してるところが正確なのか、怪しいのかよく分かりませんけれどもえ、ここでですね、中国の場合、人移植とかなんかするのでもです、ね、長くても数週間。 マシア早いと数日で来るんですオンディマンドなのオンディマンドなのありえますかそんなのいろいろ体に合うかどうか調べなきゃいけないですそれ全部調べた上で2,3年アメリカの1億何万何千万何千万もいるところでですね、えー、2,3年待たなきゃいけないのに中国でやるとまあ数日早ければ遅くても数週間で自分の その腎臓が手に入る肝臓がが手手にに入入るる肝ありえないでしょ、これ。来てから殺害して、そして取っていくということ以外ですね、これ、証明できない、でしかも、すごい数がですね、えー、上っているということが、世界中で報告をされております。えー、この民主法廷というのは、ですね一体どんなものなのか、なぜ中国における臓器集奪がですね取り上げられることになったのか。えーまあ お調べした範囲でえご答弁をお願いします。委員長。遠藤参事官、えー。先ほどおあお答え申し上げます。先ほど申し上げました通りでございまして、この民主法廷事態につきましてはあくまでも民間の取り組みでございます。えー、そうした、えー、観点からあの政府として詳細についてお答えを申し上げるという立場にはなかろうかと存じます。その点あの御容赦を賜れればと存じます。うん 山田博史君このおカナダのですね、えー、マタスという弁護士、私も会ったことありますが、えー、この方によるとですね、 えー、中国に渡れば、心臓を13万ドル、腎臓を6万5000ドルで移植することができる、臓器を提供するのは強制収容所や刑務所の収監者、その大部分は法輪功の信者だが、中にはチベットやウイグルの少数民族も含まれている、この人類史上未曾有の犯罪をストップさせるには、国際社会に広く真相を知らせる以外、他に方法はないと。 まあこういうことで、このマタスさんも、ですねキルガーさんも、ですねえーまあノーベル平和賞の候補としてノミネートされたこともあるんですね。でえまあ一度皆さんもこの本を読んでいただきたいと思うんですが、もしこんなことが行われているんであれば、ヒットラーどころじゃないと、もう本当におぞましいことだと、もう原始社会に戻ったような話だと。 私は非常に危惧をしております、まあ、これまでも各国議会でもです、ね、こういった問題がもうずっと取り上げられておりまして、中国における臓器集奪の避難決議等がいろいろ採択をされてきていると思うんですが、その主なものを挙げていただきたいと思います。遠藤次官 答え申し上げますこれも網羅的に申し上げる立場にはございませんが、その上で申し上げますと、例えば2013年12月に欧州議会で採択された決議では、えー、臓器収奪が行われているとの報告に深い懸念を表明するとした上で、中国に対して、収奪を即刻停止すること、欧州連合による完全で透明性のある調査を,を行わせること等を要求していると承知しておりますありがとうございます。 山田博史君あの2013年、欧州議会は分かりましたけれども、2016年の6月、米国の下院でもです、ね、満場一致で、えー、この問題についてです、ねえー、これをよく調査せよという決議が、非難決議が上がっています、それから2018年10月にはカナダの上院で、蒸、え、気、ー、収奪に関わるこの問題についての非、まあ、難決議が可決をされている。 まあ、あこういったです、ねえー、その他イスラエル、スペイン、イタリア、台湾では、事実上、中国での臓器移植というものを禁止するという法律が成立をしていると、まあ、国際社会はここまで来ているんですけど日本はね、日本人も結構行っているというふうに報道されているんですけれども、これ、もしそんなことが起きてるとすれば、それは殺人への加担,加担ですよね。で私はは、ねまあ、そういうういいいここととを考えますとやはり日本政府もこういった問題について 世界の各地が、ですね各議会、またはいろんな国際機関が関心を持っているわけですから、えー、ぜひ我が国でもですねこういった問題に関心を持って、ですね情報収集をしていただきたい、そしてまたその収集をしていただくと同時に、ですねもしそれがですねおかしいということであれば、 やはり我が国なりのですね調査、例えばですね日本人が中国にこのなんか移植で行くというときに、そういうことについて、もう少しこれは外務省の問題じゃありませんが、少しそういう移植ビジネスと言ってもいいと思うんですけれども、そういったものに対しての規制を強化するとか、やっぱりこういうものについて、これまではですね日本の国は全然発言しなかった、まあ、おかしいと思う。 え普通人権、人権だとこうやって言っておられるですね、えー、政治家の方々もこの問題になるとなぜか口をつぐむんですね。で、おかしいと、それからメディアもそうです、でおかしいんですね、みんな中国に司局持ってるから、だからこういったことをやっぱりみんな取り上げない、政治家がやってもですね必ず圧力がかかるんです。で、えー、私はですね、ただ、えー、調査をしてね、本当なのこういう情報収集をするということはですね、やっぱり大事だと思う。 もし日本が自由と民主主義と人権と、それから法の支配と、こういった共通価値観に基づいた世界をきちっと日本も引っ張っていくんだということを国際社会にも高らかに歌うんであれば、ですねこういった問題があるんだなということで、いろいろと見ていただいた上で、今お答弁をいただいて、外務省としての考えじゃないけれども、調べた結果をお話しいただいたのは、ですね外務省もよく認識をしていただきたいと。 いう,ふうに、えー、考えたからなんですね、まあ、あもし事実じゃなきゃ、ですね中国は事実じゃないと言うんですよ、だけど、世界中がですね、えーまあ、状況証拠をみんな出して、ですねおかしいおかしいと、えー、こういうことを言って非難を出している中で、日本がじーっと黙っているというのは、ですねどう見ても違和感があります。でえー、なので、えー、これはこのことにつきましては、我が国としても関心を持って情報を集めていくべきじゃないかと。 いうふうに考えておりますけれども、外務大臣にその辺のところ、今までのこうお話を聞いていただいてです、ね、どういうふうなご感想を持たれたか、ぜひ私としてはです、ね、外務省としてもこういった問題に関心を持って、情報収集をしていただきたいと考えております茂木外務大臣。まずもってです、ねあの、この問題について、あの外務省にさまざまな学習の機会、山田委員のほうから与えていただいたことは、感謝を申し上げる次第であります。 あのご指摘のようなまあ懸念であったりとか事実が他国の議会や NGO にあるとまあいうことは、答弁をさせていただいたとおりでありまして、政府としては自由、基本的人権の尊重、法の支配、これは国際社会における普遍的な価値でありまして、これらが中国においても保障されることが重要だと考えております。まあ、同時にあの山田委員もご案内のとおりですね こういった動き、比較的各国において議会を中心に進んでいるというところもあるわけでありまして、また日本の議会におきましても、私が申し上げる立場ではありませんが、さまざまな動きというのはまた注視をしたいと思っております。ぜひ、外務省としても情報収集をお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。どううもありがとうございました。